CM とかでな、はい、まあ、今そういう CM やってるのかどうかわからんけど、俺が見たことある CM で、うん、俺おかしくねっていう CM があるね。何？例えばな、まあ、男性向けの消臭グッズ、消臭スプレーみたいな CM なんやけど、うん、まあなんか脇の匂いとかを抑えましょうみたいな、そういうコンセプトのスプレーなんやな、はいはい、うんうん、そういうのあるやんか。ありますね。まあ女性用男性用に限らず、でもその CM は男性向けのそういうグッズの CM やってん、うん、俺で脇の下匂うけど、うん、このスプレーをすれば匂わないみたいな CM やねん。なるほど。でな、でそのスプレーをした後、はい、女の人にモテモテみたいなそういう CM やねん。あ、まあありがちやわな、はいはい、まあ想像つくやろ、うん、ほんでな、別にそれ自体はいいんだけど、はい、ちょっと下線、ちょっと下打ちしてしもたけど、うん、ボイパー、下打ちボイパーしてしもたけど、もう、はいはい、って思うことがあって、あったんや。何その CM で。そのな、男がな、はい、出てくる CM の主人公や、いわゆる、招集する、はいはい、主人公はイケメンやねん。おう、まあ、分かって、それ CM やしな、ブサイク使ったら、なんかなって思うんやけど、うん、でイケメンなやつがこう消臭スプレーして脇の匂いを抑えたことによって女の人にモテモテみたいなんやけど、それはイケメンやしちゃうんって思うねん。お前がイケメンだからよねって。そこ、おい、ブサイクは消臭してもブサイクなまんまやからモテないと思うんですけど、はあ、なんですかこの CM は。所詮モテるのはイケメンですかって、ただしイケメンに限るですかって思って俺は反感を持った、その CM に。だから逆効果やと思うねんけどなっていう。どうせだ、六角精児さんとかさ使ってさ、六角精児さんがなんかあの顔でこうスプレーしてモテモテみたいな感じでやったら、うん、ああ六角精児さんでもモテモテなんやって、だったら俺もいけるかもねみたいな風に思ったから、だから人選ミスやと思うねんな、あの CM は。イケメン使うのはちょっと間違ってるような気すんねんけど、まあそれは俺だけか俺だけかっていう問いかけで終わっておきます。以上です。はーい。